日本の小学校に通うブラジル人の女の子に名前を尋ねたことがあります。学校の名前が知りたいの？本当の名前知りたいの？という質問が返ってきました。その意味は皆さん分かりますか？実はブラジル人が日本の学校に通うときに、保護者は名前どうしますか？とよく尋ねられます。私の名前のように少し長い名前、短くすること、また日本式にすることっていうのが勧められることがあります。私の名前で言うと、リリアン・テルミ・ハタノではなく、ハタノ・テルミと呼ばれることがあります。在日外国人が日本式の名前を名乗るっていうことで、馴染みやすいと思われているようです。子どもたちが知らないうちに学校で慣れ親しんだその名前でしか自分の名前を書けないようになります。親や家族に付けられた名前を使わないようになって、それに慣れていきます。学校の名前知りたいの？本当の名前知りたいの？っていうのは、そういう背景があったのです。日本の社会では均一性っていうのが大変重視し、違うことが嫌がれることがあります。どうも均一性の中にいると安心できるようで、その外国籍の名前も日本式の名前にしていくっていうのを推奨されてしまうのが、そういう背景があります。本当にこれは自然なことなんでしょうか？私は日本に来たのが1993年、阪神淡路大震災の2年前になりますけれども、当時ちょうど日系ブラジル人がより良い生活環境を求めて日本に来ていた時期と重なります。その子どもたちは日本の学校に行き、どのように日本語を習得していくのか、もしくは学校でどうやって受け入れていくのかっていうのが知りたくて、その調査をしに日本に留学に来ました。その学校にいた子どもたちっていうのは、当初は小学校、中学校中退し、高等学校も進学しようと思っても夢のまた夢と思う子どもたちがいました。外国籍の子どもたちの居場所も必要だなと思っていた頃でもあるんですけれども、仲間と一緒にボランティアグループを立ち上げることになりました。そのボランティアグループは今16年目になりますけれども、当初は日本語指導、日本語学習、今や逆に日本語しか話せない子どもたち、世代交代しているので、日本語しか話せないブラジル人の子どもたちにポルトガル語、継承語としてのポルトガル語を教えています。そもそも外国籍の子どもたちは日本の義務教育対象にされてないこと、皆さんご存知でしたか？それはどういう意味をするかというと、子どもたちは学校行かなくてもいい、外国籍の子どもたちは学校行かなくてもいい、教育受けなくてもいいと言ってる考えがあるようになります。外国籍のその義務教育の対象にされてないってことは、その子どもたちにとっての教育プログラムになってないっていうことになるんですけれども、例えば公立学校に通うと日本人として教育していくっていうことが前面になっていくんですけれども、モノカルチャーを追求する場所なんです。そこはだから多様な背景を持った子どもたちが時期にはどんどん慣れてきて、その自分の力を発揮して、最大限に発揮して、いろんな知識とか力を身につけていく場所には残念ながら今なっていません。学校に早く馴染むことっていうのが最優先課題とされていきます。その結果、
日本語が話せない子どもたちっていうのは日本語を話せるようになっていくと同時に日本語が話せない親とのコミュニケーションが成り立たないっていうような状況ができています。その多様性を発揮するような教育になっていないっていうことが私は問題だと思います。ではこれ公立学校に馴染めない子どもたちはどうすればいいのか、どういう選択肢があるのかということになりますけれども、実は日本にはブラジル学校が存在します。ご存知でしたか。その、親の夜勤や日勤の時間に合わせて対応するために、そのブラジル学校は早いところは朝5時から遅いところは9時まで子どもたちを預けて託児所のように、子どもたちの受け皿になって発展してきました。そのブラジル学校は、年々増えていきましたけれども、経済低迷を起きたときにブラジル人自身が31万いたんですけれども17万まで減ってきました。それと同時に全国で100校あったブラジル学校が今半減、半分なくなってしまいました。良いこともそのブラジル学校にはあります。先ほど言った日本の公立学校と違い、日本語しか話せないブラジル人が育つのと違い、親とのコミュニケーションは保てるポルトガル語、全教科ポルトガル語で学ぶことができますので、親もその教育に参加していくことができます。でも実際にその子どもたちがブラジル学校を卒業していつかブラジル帰れば問題ないんですが、日本に定住していこうと思った時にはやはり非常に限定した機会、非常に限定したチャンスっていうのが子どもたちを待っていることになるのではないですか。すべての子どもたちの教育環境を整備し充実させるっていうことは、さまざま日本の批准した国際条約に批准した国々が義務付けられる、そのことが十分に守られてないっていうことになるかと思います。学校行けない子どもたちがじゃあどうすればいいのかっていう、その子どもたちの教育を受ける権利っていうのはどうするのかっていうことになりますけれども、基本的に多様性を認めるっていうような方向性にならない限りはなかなか難しいところがあると思います。要するに多様な子どもたちに合った教育っていうのが保障されるっていうのが望まれると思います。子どもたちの背景、配慮した教育が必要だと思います。それを どのようなものなのかっていうのを皆さんと一緒に考えていきたいことなんです。さてじゃあ問題はその子どもたちがブラジル学校に行けば済むのかっていうことになるんですけれども、残念ながら話はそういう単純ではないんです。伝統的な日本の学校に慣れない子どもたちっていうのは外国籍の子どもたちだけではないんです。フリースクールに通う日本国籍の子どもたちもたくさんいます。全国で12万人の子どもたちが通ってます。均一な教育に馴染めないっていうのは外国籍の子どもたちだけではなくて日本国籍の子どもたちでもいます。多様な文化を持った人間に触れずに均一化した教育を受けた子どもたちが自分と他者との違いの中にいろいろと自分と見つめ合って成長していくっていうチャンスに恵まれないことになってしまいますけれども、自分が何者なのか問いかけるチャンスも少なくなってしまいます。大学生に向けて授業していますとよく日本はモノカルチャーだ、多一民族だとよく耳にします。本当にそうでしょうか。
決してそうではないと思いますし、それ間違いだと思っています。皆さんもご存知のように、日本にはアイヌ民族、琉球民族など在日朝鮮人をはじめとする多くの外国人、外国籍の人たちが日本で生活基盤を持っています。そもそも民族や国籍以前に、今皆さんの隣にいる人たち、皆さんの隣人っていうのことを考えても、みんな違う、みんな違う人間ではありませんか。違いはそれぞれあって当たり前の話なんですけれども、周囲は多様性に気づけば、その多様性があふれています。残念ながらそれに多くの場合は気づかないで生活しています。自分と他者の違いを認めるっていうことができないような状況っていうのはどうでしょうか。均一性を信じ込んで人との間に違いを感じるっていうことは、人の中には不安を覚える人もいるようです。でも実際に考えたときに、皆さんの歴史を振り返ってみてほしいのです。実はこの神戸から明治時代から多くの日本人がいろんな国々に渡っていきました。私が出身であるブラジル、アメリカ、中南米各国、フィリピンなど、さまざまな国に渡っていきました。で、その子孫でその家族が今でも世界各国で生活しています。何世代もさまざまな職業についてさまざまな生き方をしています。同じように世界各国から、神戸もそうですけれども、神戸から旅立った人たちもいれば、さまざまな国から日本に来て生活している人たちもいます。このように均一性というものはありもしない幻想だと思っています。誰もが多様性の中にいます。多様性がないようにしようとすると、やはりいじめとか不登校とかに結びつくような要因になっていくのではないでしょうか。違っていることを弱みだと思わないで、強みだと思える社会を一緒に作っていきませんか。自分と同じだと思い込むと居心地よいと思う人が多いかもしれませんが、いわばぬるま湯状態だと思います。でもぬるま湯状態に入ってしまうとなかなか抜け出せないっていう要素がありますけれども、ぜひそこには時には熱めのお湯、時には冷たい水に浸かることも好きな人もいるかと思います。多様な感性を持つ人がいることによって、社会が変化に柔軟に対応できて過ごしやすい社会がにつながるのではないでしょうか。ぜひ勇気を持ってその沼湯状態から飛び出して、多様性にあふれる世界に飛び込んでいてほしいと思います。このためには必要なのは、自分のルーツに、自分が生まれた歴史背景をしっかりと知って、自分が誰なのかっていう、しっかりと自分と見つめ合うこと、そして隣の人との違いを知り、接点を持ちながらいろいろと対話していくっていうこと、そういうことによって尊重し合える関係ができるのではないでしょうか。多くの人たちは自分自身と向き合うチャンスがないと思いますが、ぜひ自分たちの多様性に気づいていただきたいと思います。違っている者同士が強みを生かして、弱みを補うような信頼関係を築くことに、ぜひ仲間に入れていただきたいと思います。